来島海峡は、愛媛県今治市とその沖の大島との間を隔て、水域においては、西の時どと東の日内どとを隔てる、瀬戸内海中部の海峡である。この海峡は、馬島、竹志島等の島により、雷島の瀬戸、西水道、中水道、東水道の4つの共水道に分けられる。潮の流れは時に十ノットに達し、鳴門海峡、関門海峡と並び、 日本三大宮寺に数えられる。昔より、1に、来島、2に、ると3と下って、バカン瀬戸と歌われる海の難所として知られ、口実のように、ここを航行する際には特殊な規則が設けられている。付近一帯は、瀬戸内海国立公園に指定されており、糸山公園をはじめとする、継承地が点在する、大島の紀郎山山頂の展望台から見下ろす。 来島海峡の眺め、特に有形は観光写真としても使われることがある。来島海峡大橋来島海峡には、大島、馬島間を、来島海峡第一大橋、第二大橋、馬島、今治間を、第三大橋がまたぐ、三連箱桁形式吊り橋の来島海峡大橋が架けられている。この形式の橋としては、来島海峡大橋が世界初である。 西瀬戸自動車道として共用される、本州四国連絡橋の尾道、今治ルートの一部を構成している。第1第3大橋を合計すると4,105メートルの長さがある。橋には自転車、歩行車道が併設され、海峡や通過する船舶を眺めながら徒歩であれば、無料で渡ることができ、時折、ウォークイベントも開催される。自動二輪車も通行可能であり、 日常的に通勤や所要で利用する人もいる。21世紀初頭現在、ライトアップも行われており、首都、桁、橋脚、アンカレージは反射光、ケーブルは直接光である。景観照明としての設備設置は、橋が観光資源となることを期待した周辺自治体の要望によるところが大きい。副次的効果として、操船目標が増えて、 夜間の航行が容易になったとの指摘がある。来島海峡海上交通センター、来島海峡は国内外の大小さ様々な船舶が通過し、フェリーのような旅客船も運航されている。2016年の海上保安庁通行船舶実態調査によると、通行席数は1日平均429席で、そのうち約半数の226席は貨物船などである。 来島海峡は見通しが悪い地形であるだけでなく、潮流が早いことに加え、水道部下流に複雑な渦が形成されうる場所であり、時に操船不能に陥ることもある。また、春季には霧が発生しやすく、馬島周辺で局所的に視界50メートル以下になることも多い。多くの船舶は強水道部で一時的に減速した、後、加速して航路を抜ける。 一方で、不慣れな操船者が不安定な火事や、速力の調整をしたり、かつては操船技術の高い全長、約200メートルの大型船が、全航路、約22ノットを維持したまま通過するケースもあった。1994から2003年10年間の、馬島と小島の間を、日水道、馬島と中都島の間を、中水道と呼び、 大型船舶はどちらかを通行する。船舶の安全な通行を確保するため、潮流の流向きによって通行する経路を変更する、順中逆二子という特殊な工法を行う、要、海上交通安全法に定められている。これは、船が潮流に乗って航行する場合の場合は短く、屈曲の少ない中水道を潮流に逆らって航行する場合は、 西水道を進むという規則である。潮流の方向が北向きの場合は通常通り右側通行、南向きの場合は左側を通る形になり、こうした切り替え方式をとっている場所は世界唯一である。なお、潮流の向きが変わる1時間以内に海峡に入る場合には天流時通報をしなければならない。また、屈曲した狭い区間での減速追い越し禁止や、 最低速力確保、速力制限のルールが設定されている。船舶の安全な航行のため、来島海峡海上交通センターではレーダーにより、航行状況の常時監視を行っている。海峡には、大浜、津島、来島大角花、来島長瀬の花の4つの電光表示方式の潮流信号所が設置され、潮流の向きや流速等の情報を提供している。また、 潮流放送と呼ばれる AM 放送も実施されている。来島海峡で最初に設けられた中途東,東潮流信号所は関門海峡の潮流信号所とともに1909年8月15日、業務を開始した。昼間腕儀式、夜間投稿式の潮流信号機を用いる歴史ある施設だったが、設置から103年後の2012年3月26日15時に廃止され、 中途東,東大となった。ここで使用されていた日本最後の腕儀式、潮流信号機は2017年11月2日に今治港大型フェリーコンコースのモニュメントとなった。ありがとうございます。